昼に起きました。じゃあ朝昼ご飯を作っていきます。パスタにする、パスタ作ります。トマト系にしようか。で今日はワンパン、麺をもうそこで茹でちゃう系にします。よし、じゃあ作っていく。豚肉でね、旦那の夜ご飯をパスタにするんだけど、なんかトマト系はねあんまり好きじゃないらしいんで、具材だけ切っといて、旦那のはね同じ具材でペペロンチーノ風にしらおうかと思います。で適当に作っていきます。まず肉、私のはこんぐらいかな。よいしょ、肉ちょっと広げつつ一口ぐらいに切っていきます。オリーブオイル、ちょっとフライパンで、こいただきます。うまっ。ナスうまっ。
様でした。アディダスの靴、かわいい感じ。これなんだっけな、なんかシリーズの名前があってベージュ系も欲しかったんですけど、なんかこのグレーの感じとこのソールのラバーソールがすごい可愛くて、久しぶりにスニーカー買った。めちゃくちゃ可愛い。2万円ぐらいしたんで、自分への1年のご褒美的な感じにしようかなと思います。ね、ソールがすごい、そこが可愛い。だから土とか砂とか歩くとこのマークがつく。可愛い。イエーイ。ここはね、スウェードっぽくなってる。可愛い。今ご飯食べたばっかなんですけど、このままノンストップでお菓子を作ります。なんかインスタで見かけたやつで、パイシートを使ったバナナチョコパイみたいなやつが作ってみたいのと、あと結構前に買ったこのミッフィーのカップケーキのカップが出てきたので、カップケーキも作りたいと思います。初めて買ったパイシート、まずバナナ皮を剥いて、で中をくり抜くらしい。同じ向きにしたいから、そうバナナの中をくり抜くらしいです。こういう感じでキットカットが入る幅ぐらいくり抜くらしい。でバナナはなんかもったいないんで後で中に使う。ちょっとバナナちっちゃかったかな。なんかね、見本だとね結構大きめのバナナだったんだよね。よいしょ、こんな感じに切り抜きます。レシピはざっと見たんで多分大丈夫。参考にしたインスタのそのレシピは概要欄に載せるんですけど、ちょっと私のうろ覚えでやるので違う部分もあるかもしれないけど、これをこのオレオをここに入れます。ちょっとバナナがねちっちゃいね、これね。大丈夫、したらですね、パイシートを、で結構パイシート触るの夢だったかも。パイシートを1枚、おー生地がかわいい。で巻いてた、巻いてたんだけど細さね、どうしようかな、こんぐらいにしようかな。あーやばい、楽しい。生地がめちゃくちゃ気持ちいい。とりあえずこう、こんぐらい、こんぐらい、3本ずつにしようか、3本ずつ。やばい、かわいい。でこれを巻いていくっていうらしい、バナナにこうやって。結構むずいね、伸ばしつつやった方がいい気がする。結構分厚い、太いから。やばい、バナナが折れる。でもね、中でねバナナ折れてるね。こんな感じ。マジパイ生地テンション上がるわ。多分厚みがある程度あった方が焼いた時にパイっぽくはなりそうだけど。よいしょ。なんかあのバドミントンとかのラケットのグリップ巻きを思い出した。よいしょ。え、待って、パイ生地かわいいんだけど。え、かわいい、やばい、かわいいよ。なんなのこれ、なんだ。追加しますわ。あ、ちょっと足りない。押して、折れた。折れた。できた。
完成。あら、ここに卵黄を塗ってあと焼くだけ。折れてるよねって折れるよねって、こうバナナの形を思い出してもらって。じゃあこれを焼いていきます。
Oh my god.いただきます。めっちゃ美味しそう。ナイフがない、ナイフがない。美味しそう。いただきます。うわっ、めっちゃ美味しい。めちゃくちゃうまい。うん、うまっ。めちゃくちゃ美味しい。すごっ。オレオうまっ。やば、最高だ。うん、うまっ。やば、すごい嬉しいです。小学生。どういう風に使いたいですか。大切に使いたいです。何やねんこれ。かっこいい。これが最新タイプ。どどん。おお。わあ。なんかちっちゃいかも。ちっちゃいかも。あのスリムだね。なんかちっちゃい。薄いね。下はちょっとあんま使いづらい。例えば、まあ、このお団子ど根性カジバジカルとか真ん中デカボカン、まあ、そうするとえ、さっきお団子でめっちゃもらったよね。そう、あれはよろず焼きをいっぱい猫に頼む。すげえ。そこでここ弁当っつって。